こんにちは、高井です。今日はシシャモ王のタブ譜の解説をしたいと思います。まず A セクション、ここでポイントとなるのはミュートのオンオフですね。こんな感じで、ブリッジミュートは手の、まあ人によるんですけどね、ここ、何ですか、こう空手チョップのとこを乗せてくださいっていう人もいますけど、これで、では僕できないので、大体この、何ですか、このあたり、この U の字あたりをこう乗せとくんですね。こんな感じで。で、軽く触れるだけでいいですよ。うん。で、これをオン、オフと。話したりつけたりすると。で、ミュートの時はオルタネートピッキング、ダウンとアップを交互に繰り返すというやつですね。ここはシングルノートでいきます。はい、 A' に行くとミュートを外れてストロークになるんですけど、ここで押さえておきたいのはこのストロークパターン。ストロークの向きはとても大事です、ね、ダウン、ダウン、アップ、空振り、アップ、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ、空振り、アップ、ダウン、アップ、こんな感じでやるんですけれど、常に右手がストップしないで、チャカチャカ8分音符でこうタカ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 って刻んでいるようにしましょう。こんな感じでやってみましょう。 B セクションはまず立体的なストローク、なんのこっちゃということなんですけど、まず1小節目、このフレーズですね。タブ譜には6弦だけとは書いたんですけど、大体です、6弦のあたり低い方、あんまりこんな風にやっちゃうとあんまりキレがなくなっちゃうので、低い方、高い方、低い方、高い方ってやると、でこんな感じでストロークにこう立体感が出ると。はい、これもシシャモにたまに出てきますね、このストロークは。あとギターソロはゆっくりやることですね。テンポこれが210なので結構早いです。最初は100とかのテンポで、例えばね、ギターソロの練習するときは、1、2、3、4。これぐらい遅くやって。自分の手が何をしているのか、何拍目で弾くのかとか、全部理解した上で、どんどん速くしていくんですね。という感じで、あ、最後に、一番最後の小節のこの音。この、このハーモニクス絶対真似したいですよね。これは、6弦と5弦2の4フレットのハーモニクスポイントですね。宮崎あさこさんは5弦ルートのメジャーコードの時も6弦押さえちゃうんですよ。なので6弦のハーモニクスも鳴ってると。一番最初はギターと歌だけなのでかっこよく決めたいですよね。 A セクション、ミュートのオンオフ、ミュートの具合とかね、あとはストロークのパターンですね。これずーっとこれ出てくる。あ、これ定番ストロークって僕呼んでるんですけど、本当に定番なんですよ。あとは B セクションの立体的なストローク。うん。低い方、高い方ってやつですね。これもアバウトでいきましょう。何か質問が、まだここもわかんない、これもわかんないとかあれば、コメント欄に。
コメントしてください。もしくは恥ずかしかったらツイッターで DM くれてもいいし、インスタもやってるし、あとはねレッスン受けに来てくれてもいいし、はい、それではまた、今4月21日だからもうすぐで新譜出ますね。楽しみですね。ではさよなら。